ア。ハレルヤ。心を整えましょう。賛美歌36番を賛美する時、主の御礼を捧げます。する者は礼と誠によって礼拝しなければならない。万軍の主なる神様、今日この時間も主イエス・キリストが永遠なる命をの救いを成し遂げられたこの尊きの礼拝を、あなたの聖霊によって約束されたすべての祝福の道へと導いてください。イエス・キリストの尊き皆によってお祈り申し上げます。アーメン。人信条を持って信仰を告白してまいります。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じます。我はその一人、我らの主イエスキリストを信じます。主は聖霊により手当り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトの手に苦しみを受け、十字架につけられ、死に手を送られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちを蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に着きたまえ、賢いより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しへの命を信じます。アーメン。じゃあ、朗読文を朗読します。どうぞ。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に引き返されたままでおられるなどということはありえなかったからです。私たちの主イエスキリストによって我たちに勝利を賜る神に感謝しよう。こういうことをお話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなたに平和があると言われた。彼らは実際にいるとは、死者の中から復活し、
眠りについた人たちの活を報告されました。イエスは言われた。私は復活の命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるのか、信じますか。アメン。それでは310番お石田敦子さん。だけにしか望みを持ってない人はイエス様を信じる必要はありませんが、無限に続く永遠なる人生に望みをこれっぽちでも持てる人がいるならば、イエスキリストを信じるべきだし、それも正しく信じる必要があること。正しくイエス様に信じるということは、イエス様を正しく聞いて正しく従うことであります。勝手に聞かないで勝手に生きるためにはイエス様がいらない。イエス様は主だから、主。ハレルヤ。信じますか。正しく従えた部分は祝福として備えてありますが、正しく従わなかった部分は罪として残っています。それは悔い改めないとそのまま永遠です。悔い改め、罪から祝福に移されるために信仰生活に拍車をかける必要があります。アメン。心からその主の御名に望みを置いて祈ってまいります。ハレルヤ。主の神イエス、今日も天下の人間に与えられた永遠なる命の救いの唯一の神の名であるイエスキリストの御名を心から認めて信じ、さらに御言葉や御心に従って永遠なる命ある人生に、すべての信仰を必ず受けるのに、今日この三文字の身元に信仰によって近づいてきている一人一人、本当にイエスキリストの名を信じながらイエスキリストに聞き従っているかどうかを変えると、主の祈りで祈ります。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらしたまえ、
罪を犯すのを我らが許すの、我らの罪を許した、我らの心に合わせず悪意を作り出したまえ、国と力と栄えと限りなく何時のものになればなった。アーメン。はい、聖歌の賛美。
ルヤ。今日の御言葉は新約聖書ヨハネの14章15節より24節までを読みます。よろしいですか。どうぞ。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしているんだ。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることはできない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共にいる。これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにしてはおかない。あなた方が あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私は生きているので、あなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにいる、あなた方が私のうちにいる。私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛する者である。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテを出ていない方の豊か主よ、私たちにはご自身を表そうとなさるのに世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものであると祈ります。主なる神様、今日も一人びどりが罪を認めて告白し、それを悔い改めて心から主に立ち返り、さらに主の御名を心から賛美し、さらに正しく生きるために主の御言葉を聞くために主の御前におりますので、一人びどりが御心を聞く時に神様の御言葉として心から受け入れ信じ従うことができますように、助けてくださり、たった一人も信じた結果が虚しくならず、信じた通りの約束通りの祝福を個人的に必ず受けることができますように祝福してください。今も後もそして未来にも、いくらで去っていく永遠なる世界においてでも、本当に悔いのない人生を今より後信仰によって生きることができますように助けてください。今日もこの礼拝の質を御手に委ねますので、主の御心だけを最後まで行わせてください。天においてなされた主の御心がこの地上において、この教会を通して、さらに送られた一人びどりの子供たちやその信仰、その人生を通して必ず成就しまして、地の果て世の果てまで主の計画の中ではっきりと進めていくことができますように、その道を平らに開いてください。イエス基督の尊き皆でお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。私がしもべと呼ばれて、自分なりには一生懸命神の御言葉通りに来て、本当に神様に喜ばれる、そして神に認められるものになりたいと頑張っていました。そして誰よりも
神に愛されるだけだので自分も神様を愛したいと思っていた。そう思って祈りの生活をしながら、また主の御言葉に従う生活をしながらやってくるうちに、一つ気がついたのは、本当にイエス様を信じない時のように、イエス様を信じなかった時には一杯だって数えきらんほど、朝になるまで酒を飲んだりしながら騒いだり、本当に楽しい時間をたくさん過ごしたわけです。本当に、今が最高だ、こういう時間がたくさんありました。ですからもう早く寝るのももったいないから、朝まで飲みながら、その一コマ一コマの連続を楽しんでいて、ああ本当に幸せだな。そしてもう一杯入れば誰を見ても可愛い、みんな人がいい人ばかり見る。しかしイエス様を信じて自分なり神を愛して、本当に神にも愛され、自分も神を悔いなく愛したいと思っていても、ずっとやってきたんだけども、感じたのは、信じない時のようなそういう喜びというか、そういう笑い方をしたこともない。いつも悩んでる、いつも神様に夢中になってるんだけども、心の中に喜びとか楽しいこととか、ああ今は最高だというこういう気持ちがあんまりなく、いつも悩み心配事で満たされてることに気がついた。で、ある人に言ったこともあります。私は伝道師の時に初めてある人に、私はいやイエス様を信じてからは本当にもうとことまで笑ったことが覚えがない、いつもご心配、いつも何かに悩んで、そういう告白をしたことがあります。でその時、ある人たちを見たら、すっごいシャー祈ってる姿を見た。私は生まれながら声がそんな大きくない、ですから大きな声で熱く祈ってる人を見たら、いやどうすればあのように神を熱く愛することができるのか、私はいつも悩んでばかり、私もいつも心配、どうすればいいか。しかし多くの人は本当にこの中で愛が燃えてるように私の目に映った人もたくさんいましたから、主よ私はどうすればいいですか、あの世に燃えるのは生まれ変わらない限りもうできません。それで神様に祈った時に、今読みましたヨハネの14章の中国から24までの言葉を私に与えた。私を愛しているならば私の掟一つ一つを守ること、もし君の心が燃えてなくても、いつもどうすればいいかという悩み心配に満たされているとしましても、君が一つでも私の掟を守るために頑張ってくれているならば、それが神なる私を愛していることになるんだということを教えてございました。その時私は大きく悟ったのは、やっぱり神の愛は感情、肉の思いの高まりじゃないんだ。ある人は興奮してる、神のために今日は死ねる、でも明日になったらどこへ行ってるか分からない、神から遠のいてしまう。その人が神を熱く愛していたはずなのに、今は神の前にいない人がいる、それは愛じゃないんだ。それはその人が感情的にちょっと高まっていて興奮していただけの話、それを愛だと言わないんだ。みんな一緒に、神の愛は感情的なものでなく、感情的なものでなく霊的なものだ。アメン。その時には、心がこう、明るい人、生まれながら、あるいは生まれながら、熱い人がいるでしょ。
そういう人としてもし私も生まれてならば、神を誰よりも愛せたはずなのに、生まれながらちょっと落ちちゃいと生まれて、生まれながら。ですから爆発的に燃える、そういう活発さを見せることができなかった自分が、情けないと思ったこともあったんだけども、この言葉を通して大きく悟っていただいてからは、そうだな、愛するということは気分がいい時に熱く愛してると表現してる場合じゃなくて、何があっても揺れない心、いいことがあっても悪いことがあっても揺れないで落ち着いて冷静になって、いつも信頼できる、約束を守れる、そういう心を維持していくのが大事だということは分かりました。でほっとしました。神は我々を肉の感情で愛しておられる方ではなくて、我々を神の言葉という命を命じる、祝福を命じる霊である、神の口から出てきたこの霊である言葉によって我々を契約的に愛しておられる方だから、いくら神の前に来て踊ったり、いくら激しく神の名を呼んでいても、神の起きて契約に基づいて神様の前で生きない人は、自分の心の情熱を燃やすだけでは間に合わない。神様とは関係がない。神様はちゃんとした掟を与えて、その掟通りに、契約通りに私たちを愛しておられる。すごい神様は落ち着いてる。神様こそ冷静な、気分感情によって人を愛する方ではない。神様は約束通りの掟を契約的に守っていくと、その相手の心が冷静であってもいいし、悩み心配に満たされててもいい、それはいい。ある人の心が明るくて良い感情気分に満たされてる、それも関係ない。ただそのある人が神の約束された言葉を守っているかどうか、これが大事であります。神の前、いやあなたのためなら今日は死んでもいいですよと言いながら言葉は守ってないと、こういう人は神様と関係がない人だって。神様を愛する方法は、神が示しておったその言葉を信頼してその通りに守ること、これが神を愛することである。神を愛することはこういうふうに感情気分的なもんじゃないから、本当に困難と苦難の中でもこの言葉を守れば、気持ちは最悪、もう大変苦しんで泣きながらでもいいから、言葉を守れば神を扱いしたことになり、気分は有頂天になってるんだけども、神の言葉を全然守らない、これは神を全然愛さなかったことになる。こういうのを我々が悟る必要がある。神を愛する方法、これは感覚じゃない、感触じゃない、感情じゃない、気分じゃない、燃える心じゃない、御言葉を守る心であることを信じますように。アメン。ですから神の愛は公義の愛だとよく聞いてるでしょ。公義の愛、これはこそこそ二人誕生のこういう愛じゃない。気に合う、気に入る人だけ、心の通う人だけでこそこそという、こういう感じの愛じゃない。世界の万民の前で、いや天使たちの前でも、いやサタンの前でも、黒人であろう、黄色人であろう、白人であろう、人種関係なく、国と国境、民族、言葉も全部超えて、人間ならば誰もかも、誰でもいいの、どんな人種でもいいし、どんな男でもどんな女でも、娘、子供でも罪人でも、それは関係ないの。今心の状態がどうであるか、それはあんまり意味がないの。ただイエスが命の救いにしたことを信じまして、認めて、その名によって約束された言葉を守るかどうか、これが基準になる、基準になる。
ハレルヤ。神をたくさん熱く愛したいという心があれば、一生懸命気合を入れて、主よ、あんたのためならいつでも死の覚悟ができてます。それで心熱く気合を入れるのが愛じゃない。ただ一つでも言葉を夜も昼もなく口ずさみながら、読みながら、聞きながら、その神の言葉を一つでもたくさん守るために悩む人、悲しむ人、これが神を愛する人である。ハレルヤ。神を愛するということは、見えない神を愛するということだから、漠然たる抽象的なものじゃないの。すごい現実的な、人間の愛よりも現実的、現実的であり契約的だ。言葉に、法律にちゃんとあるから、法律にちゃんと基づいての愛だから、すごい具体的であり現実的であり、感情の段階を超えて、さまざまな意味で本当に隅から隅まで、我々が必要としている全ての面において全部確実に神を完璧に愛することができる確かな方法があるの。方法がそれは言葉一つ一つを守ること。言葉一つ、本物のクリスチャンたちはこの言葉一つ一つを守って生きるために、喜ぶ日々より泣いたり悲しんだり悩む日々がさらに多くなる。それは悪いことだ。コリント2の手紙の7の10節で、それは永遠に悔いることのない悔い改めに導く、本当に我々クリスチャンにおいては望ましい道だ。どうすれば掟を守れるか、一つでも多く、どうすれば神の心に正しく従えるか、そのために悩む人、心配する人、肉体的な感覚では燃える心はなくても、そういうふうに生きる人が本当に本当の意味でのクリスチャンになれるし、神に愛されるし、神に愛されて神の技がそういう人の人生としてことごとく表されるんだと。信じる人はアーメンと聖様の御言葉。気分のいい時と悪い時の違いがあっちゃいけない。神を愛したことのない人は気分によって人を愛したり憎んだり、熱くなったり冷めたりする。でも神の愛は、自分の心は冷めていても、いや最低に落ち込んでいても関係ないの。それは今はもう言葉を守っていればそれでいいんです。だから人は性格によって人は愛するんだけども、好き嫌いよ、これは全部自分の性格による。でも神を愛する愛は性格じゃない、好き嫌いじゃない。嫌でも王でも見事ばならば、見心ならば、それは基準ですよ。こっちの感情はどうでもいい。そしてそれをどれぐらい守ったか、たくさん一つでも守った人は神をたくさん、それも熱く愛したことになり、そして神から与えられる祝福も増える。神をすごい神のためなら、本当に神様のこと、他の男も他の女も金も、神を一番神に向かって心がいつも燃えてるんだけども、御言葉を守ってないとすれば、それは全く神を愛さなかったことになる。こういう意味であります。これはクリスチャンたちが正しく認識する必要があります。これはなぜかというと、御言葉と関係なく神を愛しようとする人、御言葉と関係なく神を信じようとする人、御言葉と関係なく良くなりたいと、成功したいと、勝利したいと思っている人がいっぱいいますから、ね、御言葉と関係なく、心の問題ではなく、神を愛することは心の問題ではない、法律的に基づく実質的な問題、具体的な問題、今もある問題、明日もある問題、未来にもある問題、永遠に関わる問題だ。永遠に関わる。ですからこれには間違いがあっちゃいけない。肉体はちょっとして、
なんか事故なんかにあって肉体が壊れても、これはいずれは脱ぎ捨てるもんだから、いずれは今のまま個体満足を守っていてもいずれは脱ぐべきだし、一部を壊していてもいずれは脱ぐ、当然終わりは来るもんだ。こうでもいいけども、私たちの人生、運命、命、永遠なる霊魂の問題、霊的な問題は終わりが来ない問題だ。これは具体的に間違いのないような生き方、信じ方をしないと生きないという。悟りますように、主の御名で祝福いたします。アメン。こういう人の感覚、肉内の感覚、感情的な面から神の霊的な感覚へこう移っていくのは、そう簡単な話じゃない。考え方自体を変えないといけない、理解のできない話だ。神が、あるいは聖書が、あるいは牧者が祝福を受けるように伝えていること、伝えている言葉が、霊的に信仰によってなくて肉の感覚で聞いていると拘束される、縛られる、負担になる、こういう言葉に聞こえてしまうことがたくさんあります。ですが、愛という感覚自体が神の愛と、神の子供として信者たちが、聖なる者たちが身につけて行うべき、この霊的な愛と陸の、ただの陸の人間の愛とは根本的に違う。根本的に出発も違うし、内容も違うし、色も違うし、結果はさらに天国と地獄とに結果は開いてしまう。こういう違いがあることを信ずる必要がありますよ。ですから、今までの肉によって人を愛し、神を愛しできたとすれば、それは本当は時間が過ぎてみれば何の役にも立たないから、早いうちに切り替える必要に切り替える。大阪に行く電車に乗っていればいれほど、時間が経てば経つほど遠くなってきます。私は秋田に行きたい、仙台に行きたい、仙台に行きたい人が大阪に行く、大阪行きの何この光、新幹線に乗っていればいるほど、時間が経てば経つほど遠くなるだけ、遠くなるだけ。熱海、あるいは新横浜で気がついたら早く降りた方が、早く降りた、ここで方向間違ってるから、仙台行きに乗ってから安心しないで。意味が分かりました。愛の仕方が肉体的な感覚によって、神を信じ、神を愛しようとすれば、そういう日々がずろればずろるほど、苦しみが、呪いが、不法がずろるだけの、増えるだけの話だよ。早く切り替える必要があるんだ。生き方全体が間違っていて、そのまま生きれば地獄に行くしかない人間どもだから、天の御国に行くために、早く生き方を変えるために、我々が主イエスの皆を心から受け入れた。ですから、どうせイエス様を信じる決心をしたならば、正しく神を信じ、正しく神を愛し、正しく生きるための方法を考える必要があります。ハレルヤ。信じた結果は永遠なる命だし、信じた結果は祝福、必ず勝利。本当に肉の思いではこの世で何をやっても得ることはできない。結果を得るために、皆さんと私はイエスキリストの皆を今信じているわけ。信じますか？感覚の転換において、感覚的には嫌な思いをさせられる。あ、嫌だな、なんでこれまでイエス様信じないといけませんの、なんで私のこういうやり方が、信じ方が許されないのかと、いろいろ不満、あるいは嫌になったり、まるっきり自分が無視されたようになってしまう時はたくさんありますが、それは肉の気分なの、感情なの。神は全部その人の生き方を生まれ変わらせる、今まであったのをなかったようにして、新たに生まれた、新しい出発をさせる。そして今度は神によって出発した人生には問題がない、滅びがない、永遠なる勝利と命あるようにするために、生き方を根本的に切り替える。これは神の愛であり、神の計画であります。陸の思いではこれは理解できない。
ですからそこで神に従うということが大変負担になる、苦しくなる。自分の肉の感覚だけで判断するから喜べなくなる。ハレルヤ。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫。さあこう手を置いて静かに祈ってあげて、邪魔されてる。健康な時に正しく神を信じて、信じた結果が神の気分心じゃなくて神の心、御言葉を語ってほった神の心にふさわしいものとなるように、そして神様が約束に基づいて皆さんと私を約束に基づいて愛してくださるように、愛してくださるとは今の気分を良くしてくださるんだよ。で私の人生運命そのものを永遠に永遠に間違いのない永遠に永遠に悔いのないものにしてくださる、こういう神の愛にとどまれちゃう。神の愛は理解してないうちには誤解す、ちょうど誤解してもいいような感覚なの。ですから聖霊に、皆さんが聖霊に満たされて霊の感覚に生まれ変われば、神の言葉が涙を流させてくる、そういうものになるんだけども、霊に満たされて陸の思いで御言葉を聞こうとすれば時計ばかり見る、時計ばかり見てたら早く終わらないのか、早く終わればよかったと思うの。これは何ですか。早く点滴を、点滴の管を、注射針を早く抜いてほしい患者と同じなの。管を通してる、点滴を打ってる病院では死に、これを全部抜いてしまえば死んでしまう人が、あ、これを早く抜いてほしいと思うのと一緒なの。こういう意味が分かりますか。病院に行けばよ、死に近づく人に点滴を打ったり、自分でご飯食べれない人に点滴を打って栄養分を補充するために、そして自分で息を呼吸のできない人に管を通してこう 鼻とか鼻の穴から、そして酸素マスクとかこう自分の力を打って医療的な装置によって呼吸が息ができるように助けてくれる、こういう患者さんから管を抜いたり点滴を抜いたりしますと、もう死ぬしかないんです。そういう患者が例えば早くこれ抜いてほしいと思うんだったら、願うんだったら、早く死にたいというのは、早く死にたいというのは、神の言葉は例えば一晩ぐらい皆さんが説教を聞いてると、一晩約10時間とか、もう他の祈りも知らないの。例えば10時間くらい神の言葉を一生懸命聞いてたら病気は全部逃げる。もう病気や人が入ったら祈るまでもないの。自然に熱い心で本当に御言葉を信じる心で長い間喜んで言葉を聞いていたら、それだけでも病気が嫌だ。それだけでも。なぜ神の言葉は全て有益、命、勝利、無限に必要な我々のエネルギーそのものを言葉の中に含めているからですよ。しかし早く終わればいいな、早くさっき見たあの後半が美味しそうだったとか、こういう人はまだ神様とあんまり関わりを持っていない。説教は長ければ長いほどいいと思う人はもう生まれ変わった人、説教は短ければ短いほどいいと思う人はまだまだ肉の思いでなんとか神様にこういうお願いを持っている。意味分かりました。大丈夫ですよ。ハレルヤ、ハレルヤ。ここは命が、それも永遠なる命が働く神の言葉を伝えるところ。アーメン。神様に罪を悔い改めないでずっと罪のまま、あなたが神なら私を殺してみろとか、あなたが神なら私を癒してみろとか、こういう反抗的な気持ちではなく、神を頼る信仰によってここに来てならば教会では悪いことは起こらない。アーメン。
悔い改め必要がありますよ。あなたはおばあちゃんは可愛いけど顔は今日曜日に何度も来てないの。喜んで来るべきね。今日来たら神様がじゃなくて悪霊たちがこんな言葉いらないでしょ、あなたは聞きたくないでしょ、騙してるの。2週間も3週間も1ヶ月も教会に来なかったことを今悔い改めて、そうすればよくなる。アーメン。神様にじゃなくて自分が良くなるためな、みんな自分が良くなるために、いくらあの世に可愛いおばちゃんでも愛することはできないの。見事は守らないと。いくらこんな豚のような男でも神の言葉を守ると愛されるの。俺はあの申し訳ないけど黒人たち本当にね、肉の感覚では友達になりそうもないでしょ。すごい人がいっぱいいるから、こんな真っ黒で。でも彼らが神を信じて言葉を守ると、彼らは私たちよりもっと神様に愛されるの。皆さんの顔がいくら綺麗でも神の言葉を守らないと神様に愛されなくなる。死ぬまで神の言葉を守らないと地獄に生かすしかないの。いくら綺麗でもいくら可愛くても仕方がありませんから。ですから神の愛は公義の愛、公義。みんなの前で認めることができる。みんなの前で祝福したり、みんなの前で裁いたりができるの。隠れたところではなくてもよ、公然として見なさいよ。天使たちも見なさい、世界の万民も見なさい。神を信じた結果とそうでなかった結果がこうなるよってことをはっきりと人の前で結果を語ることができる証ができるのが神の約束だし、神の愛の仕方なの。人の前でこう言ったんだけども、あなた顔が綺麗だからあなたは見事は守らなくてもいいよ、こういう牧師がいるの。あなたは綺麗だから顔が見事は守らなくてもいいよ。説教はしたんだけどね、説教はみんなの前だからこう知ったんだけど、あなた綺麗でしょ、だからあなたは美人だから見事はなんか関係なく、ただ神を信じますと思ってるだけで大丈夫だよ、こういう説教してる牧師いる？いないでしょ。できないんですよ。ハレルヤ。あなたが綺麗だと思っていれば、あなたが自らにプライドを持っていればいるほど、さらに神の言葉をしっかりと守って、それがいついつまでも守られるように、神に認めてもらって本当に神に守られる。そんなもったいないものを地獄に持っていかないで、滅んでいかないで、今良きものをもらっていると思うならば、それを永遠に守るために、さらに御言葉を深くたくさん守る必要があると、こう教えるのが本当の神の愛、そして信者生徒の愛である。見事は守ってないのに、大丈夫大丈夫、平和だよ平和だよ、あなたは神様愛してるから愛してる。安心ばっかり、根拠のない安心させるのはこれは愛じゃなくて、お前はいいよ、もう目の前で言ったら反発するから、目の前では仲良くして、あとは死んでもいい。相手を諦める話なの。あなたは守らなくてもいいということは、相手を諦める、これ以上あなたはもうどうでもいいという、諦めることじゃないと、どうしてあなたは守らなくてもいいと言えるの。みんな一緒に、愛しているならばいるほど、一つでも多くの御言葉を守るように進めるべきだ。それが愛なの。それが愛。アメン。罪を犯しているのに目をつぶってあげるのが愛ですか。それはサタン、サタンの計略。神の言葉は守らなくてもいい、私に、ただ私が天下の栄光を誉れあなたにあげるから、見ておいしそうに見えるもの、目の情欲、肉の情欲、この世の誇りばっかりを進めるのは、あとはどうなっても関係ない。それはただ目の前のことばかり進めるのは、これはサタンの典型的な、サタンの計略なの。計略、サタンの計略に、惑わされて、サタンのように御言葉を伝える教会と牧師がないのではない、たくさんあるのかも。ですから終わりの時代に近づけば近づくほど、本当に天の御国に行きたいと思う人がいれば、見分ける力、聞き分ける力を神の霊からもらって、還元一節に乗らないで、神の苦い、みんな一緒に、神の言葉は口の中では苦くても中に入れば蜂蜜のように命と祝福を与えるものになる。
アメン。しかし口に苦いものじゃなくて口に甘いものばっかり食べさせたらどうなるの。この中に入れば特別になる。分かり、これは優しい分かりやすい話のようであって本当は分かりやすい話だ。聖霊の力に満たせないと自分のものにならない。聞くだけでは間に合わないの。知識だけでは間に合わない。情報だけでは間に合わない。それが自分の中で働き、苦難の日々にも言葉をすっきり守る、起きてをすっきり守る。大変今状況的に地上が困っている、その時に御言葉をすっきり守る力がこの中から湧いてくるまでにならないと意味がない。聖書を100回読んでいて、聖書の知識が頭にいっぱい入っていても、それが何かある時に自分を動かす力とならないと意味がない。ハレルヤ、アメン。なぜ時は流れるの。誰だって昔花を咲かせた時あるじゃん。彼らが今20代30代みんな、私たちにも20代30代あったんだよ。しかし20年30年経ったらこうなってしまった。どうするの。止めることはできないんだ。止めること、もうおじいちゃんになりたく、なりたくてなったじゃないの。いちいちに食べて寝て起きてやってるうちにおじいちゃんになってしまう。時の流れを誰が止めることができる。できないの。私も20代30代の時には疲れを知らなかった人間なの。これがいつまでも続くなると思っていたの。でもある日突然気づいてみたら、もうおじいちゃん白髪、朝起きるのがつらい。嘘のように人生はね、自分の意思とは関係なく流れていく。流れるよってより流されていく。信じますか。早くこういう現実に早く気がついて、流されないで流れに乗って、流される人生にならないで流す流れに乗っていく。ある人はこのように風の吹くままに、風に吹かれてここまで来たと。風に吹かれて生きる人生、水に流れて生きる人生、困るんじゃないの。それで滅びないために感情的じゃなくて意思的に自分のちゃんとした意思を持ってイエスを選び、イエスの言葉を選び、永遠に悔いのない流せないで流れに乗って天にまで行く人生生きるために、今教会に来てるじゃありませんか。だとすれば、だとすれば、人の前でも神が私を、天使の前でも神が皆さんを認めてくださる、くださらないわけにはいかない。そういう確実な信仰を持つべきだ。それは何ですか。口紅、ま、何これ、メルキア。ある人がね、長野でメルキア、これに紫色の、でそれ俺に何、金粉、金粉ですか、金の粉みたいなのをこうばらまいてピカ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 、それで麻薬をやってる。でもクリスチャンなのこの人は。伝道師の時に私が行って祈ったら悪霊が出て、悪霊が、このこんな変なマネキュアを濡らしたのが悪霊自分だって言っちゃう。人が、神の人が悪霊の前でこうなってる。変な真似をしてる。見てられない。かわいそうで悲しいよ。これはなぜ神を信じると思っていながら言葉には従わないで勝手なことばっかりやってるから、麻薬までやってつい手を出して、人が人の普通の綺麗な女性だったのに、もうこの何、これ髪の毛は台風に吹かれてる。台風にあったような髪の毛、どこに向かってるかわからない。四方八方髪の毛がこういう顔してる。一回こうやってみて、一回皆さんこうやってみて、髪の毛が、そんこれがクリスチャンなの。これは勝利してると思うの。こんなクリスチャンが絶対負けてるの。なんでそうなの。神の言葉を守ってないの。心でイエス様信じてる。心はね、心はイエス様信じてる。心はイエス様信じてる、信じてるんだけども、言葉を守らない人を神様が助けることはできないと。言葉を守らないクリスチャンは助けることはできないの。
いくら日本人この世の中に叩いても日本憲法をことごとに破る人がいれば刑務所に入るの。刑務所に愛国心、国を愛してるどうだなんですか。山の上行って何、ああ日本の何君家みたいな君がよ歌いながら、ああこの国愛してといくらやっても意味がないの。愛してるならば交通違反しないで、愛してるならば税金を納めて、国を愛してるならば法律は全部破りながら山を行って君がよ歌いながら、おいこの国愛してる、これが愛なの。神はそういう正しいことを教えてる。正しいこと、心燃えてるのは意味がないの。神の言葉を、心燃えなくてもいいから言葉を一つでも守る、そういう人になってほしいわけです。アメン。そう、皆さん神の言葉を皆さんが守るときに、真理の聖霊がその言葉を守る人に真理の聖霊が働きかけます。そしてみなしごのように、孤児のようにしておかないで、共にいてくださり、共に働いてくださり、その人が守っている言葉が神の約束通りにその人に祝福を成就するように働きかけるの、聖霊様が。いくらクリスチャンだと思っていても見事は守らないと、聖霊様は人個人の肉体には働きかけることができない。御言葉があるときに、その真理の聖霊は、真理の御言葉があるときに、その言葉が神の言葉であるように実際に働いてございますよ。これを悟れば大きい。これは何がアメンだ。みんな一緒に、聖霊様は真理の聖霊だ。真理の言葉を、神の言葉を守られない人には働きかけることはできない、助けることはできない、導くことはできない、約束通りの祝福をすることはできない。この方が聖霊様です。聖霊様、アメン。聖霊様はいつ働くの。罪を悔い改めて御言葉通りに生きるために必死になって求めるその人に聖霊様が働きかけてくる。そうすると聖書の中にあった言葉が今度は自分のものになる。聖霊が働いたら、神を愛するのは具体的で確実なものなの。結果が、結果を明かすこともできる。信じたらこうなったよ、内緒でじゃないの、こそこであるって、はっきりと黒人の前でも白人の前でも天使の前でも証しができるのを信じた結果が、そうなるためには言葉がこの中に入っているのは意味がない。聖霊様がこの中の言葉を私たちの中で、体の中で、心の中で、霊の中で、生活の中で、世界の中で目に見えるように実現させてくださる聖霊様が働かないといけない。聖霊様が働く唯一の条件、みんな一緒に、罪を認め悔い改め、真理の御言葉を心から受け入れ、心から守っていくときに聖霊様がその言葉を成就させてくださる。アメン。その後確認ができる。何が確認できる。信じた結果の確認ができるのはその後の話だ。その後の話。だから信仰にはいろいろ、忍耐も、信じてそれが確認できるまで、認めて、くだはって、認めた後約束を実現してくださるまで信じ始めたから待つために忍耐も欲しいし、いろんな信仰生活には我々がやるべきことが具体的なの。具体的に祈りも必要だし、溜まってて神は愛だから神は何でも注いでくださるでしょ。溜まって口を開けて死ぬまで天に向かっていってください。来るのか、何が来るのか、雨ばっかり入る、中国からこう飛んでくる王者、砂の粉だけが入ってくるの口に、死ぬまで口は開いていても見事は守らないで。大きく悟りますか、悟りましたか。信仰を守り、神を愛することは何ですか。御言葉を守り、御心を守る。御心とは何ですか。御言葉に書いてないものがいっぱいあるの。
この中にあなたの名前ありますか？ないでしょう。ない。私の名前もない。じゃあ私が神様に生活の中で具体的に従うためにはどうすればいいですか？ここにある言葉だけ守ればいいですか？いいえ、ここに書いてない私に対する神の計画を守られていきます。私に対する神の計画は私が神のしもべとなることです。ここには書いてないの。それはシモン族という人間は神のしもべになって地の果てまで福音を伝えるべきだ、こういう話書いてないの。ここにここにある言葉を守るだけでは立法学者になるだけです。聖霊によって個人個人に何をしてほしいかという聖霊によって神の声が心が聞こえてくるの。聖霊によってそれに従うのが本当のクリスチャンです。アメン。この日本に聖書を研究する人がいっぱいいるの。言葉はここで全部自分の心と頭と心に入れておいてこれを詳しく勉強する人はたくさんいるの。でも聖霊の声に聞きたい人は少ないの、この国に。それがこの国の問題。聖霊様はここのこの中をいくら一千回読んでもこの中では知るすべのない個人向けの予言を聖霊によって神は今も与えておられることを信じまして、それにまで従う者が信者であり神を愛したことになる。そういう場合に信じた結果が出るの。そういうアメン。形ばっかりの信仰は形で終わる、中身となってくれない。我々が必要としているのは形じゃなくて中身。この中に永遠なる命があって、形はみんな人間でしょ。形はみんな人間。信じない人と信じる人、形ばっかり見たら信じない人の方がもっと気が立てるかもしれません。問題は中身なの。中身、永遠なる命はこの中にあるか、いつでも必要な時守ってくださる神の力がこの中にあるか、それが問題ですよ。神を愛することはもう一度確認します。神の言葉を守ることだ。もう一つは神の言葉にない神の御心を聖霊によって聞き従うことだ。それが神を愛することである。約束通りの祝福に入る道である。アーメンですか。そう、敵を愛し迫害する者のために迫害する者のために祈りなさい。また5章の4と4。え、好きな人も愛する力がないのに敵まで愛せよ。できないでしょ。なんで愛したい気持ちがこれないから、ね、できない。どう、誰にもできないの。じゃあどうすればいいですか。敵を愛しようとすればそう思う瞬間喜びが湧いてきますか。熱い愛が燃えますか。とんでもございませんよ。死ぬまでできないかもしれませんよ。敵は敵だから、敵は敵だから顔を合わせるだけでもうんざりだからよ。じゃあ敵は愛しろと言った神の言葉は実現しませんか。これでわかります。敵を愛せよと神は言われた。でも愛する心がないの。顔を見るだけでも逃げたい。どうすればいいですか。敵を愛せよとの言葉があるでしょ。神よ、本当にあの人顔を見るだけでも嫌です。しかし敵を愛しなさいとあなたがそう命じたから、その言葉を守りますから助けてください。そのために迫害しているものを敵のために祈りなさいと。祈りなさい。祈ればそうなる。顔を見るだけでも思い立つだけでも嫌だった人が祈れば神の霊の力が自分に注がれます。そして憎しみが去っていきます。嫌な気持ちが去っていきます。ここで今度は普通になります。なんで私はこの人を憎んでいたのかな、こうなります。さらに主の霊の力を求めて祈ると、神よ、本当に私は愛する資格も力もありませんが、あなたがそうしなさいと言われたから、あなたの言葉は守りたいんですから、力をください、力をください。祈っていけばいつの間にか全部変わります。で、憎かった人が今度は忠誠を尽くす人になります。この人が本当にいなくなってほしいと思った人が一番の強力者になります。ずっと祈っていけば、ハレルヤは、アーメンできますか。アーメン、アーメンと言ったのは信じますという意味でしょ。その通りだという意味でしょ。皆さん、言葉を守る。
そして守って神を愛し、神の心に聖霊によって聞き従って神を愛するようになれば、皆さんの人生は今度は神様が保証しておられる。神様が保証しておられる。アーメン。悪霊は彼女を殺したいと思っている。しかし神様は言葉によって立ち返れば命を守りたいと思っている。今体が弱くなっているからあなたはそうだと思っちゃいけませんよ。今体の丈夫な誰だって一応どうなるか分かんない。人が死ぬ時には年老いて体が弱くなって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 体がそれまであった力が全部尽きてから死ぬ人だけじゃないの。ほとんどいない。そういう人は全部まだまだもったいない、まだ間に合ってるのに、まだもうちょっと生きていいのに、若いうちに何かの事故とか何かの病気で突然死んでいく人の方が数が多い。ハレルヤ、アーメン。じゃあ神を愛する方法、そしてそのように人を愛する方法は何ですか。約束を守ることなの。約束を守ることなの。アーメン。多くの人が愛していると言いながら逃げていく、去っていく。愛しているから離れるって、それは最初から嘘なの。愛していれば離れてダメなの。本当はもっと好きな人ができてる、あるいはそういう可能性が見えてくる。そうじゃなくて本当に愛しているならば絶対にあなたを守る、絶対にあなたを離れない。愛には終わりが変わりがないと信じますか。来週からは、コリント中3の4節からの愛に対して語っていきます。なぜうちの教会の皆さん一人一人が新しく生まれ変わらないと神様が働けない。神は働きたい、働けないの。なんで生まれ変わらないの。肉の思いでずっと生きるから。イエスの皆は口にも心にもあるんだけども、生きるのは肉の思いで生きるから、神様が計画を示したいんだけどもできないですね。ですから愛によって本当の愛、神が働きやすい愛、そういうのって我々が根本的に生まれ変わる必要があります。肉の思いを捨てて神の言葉と心を守ることによって神を愛し、そのように人を愛する信仰に今この時間から切り替えていきますように、イエス・キリストの皆で祝福いたします。アーメン。それでは、はい、いいですよ。心から祈ります。主なる神様、あなたの御言葉には永遠なる命が命じられており、我々人間が正しくて生きてほしい必要な全ての祝福は全部命じられております。その全ての命と祝福を約束しているあなたの御言葉、その掟を心から守ることによって本当にあなたの皆、あなたの存在そのものを尊重して愛する信仰が認められ、この世でも後の世でも保証付きの間違いのない信仰生活が皆にできますように、あなたの御言葉を守る子供たちにあなたの真理の精霊によって働きかけてくださり、皆主のように一人にしておかないで今もの地もそして永遠に共にいて共に働いてくださって、本当に納得できる信仰生活、結果のある信仰生活、人に自慢できる信仰生活ができますし、結果として地の果てまでの多くの人の命を救い出すことができますように祝福してください。今日も心から捧げた献金も喜んでください。信仰によって捧げて見事に従って捧げましたので、子どもたちが必要としている全ての必要に応じて満ちあふれる豊かな祝福を一緒の間満たしてください。イエスキリストの尊き皆でお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。賛美の礼拝の時に頑張ってください。この天気もういいよ、なおなおってこの天気もっちゃう。じゃあ、この世を生きながら
目に見えない神を信じるのは当たり前だけども、目に見えないこういう邪魔する勢力もう知らないまま生きたらダメなの。聖霊の力に満たされて正しく神の言葉と心に従って神の聖霊が本当に熱く強く激しく働いてくださるように信仰を目指していけば、雇用を邪魔する勢力がだんだん弱くなっていきますよ。今主の聖霊の働きによって主の神の愛が皆さんの中に本当に言葉じゃなくて実際に入って、皆さんが実際に生まれ変わって、皆さんが神の本当に計画した通りの祝福に入る時代だから迎えようとしている。ですから激しい反発もありますが、聖霊に頼っていけば必ず勝利し、納得できるその日が本当に楽しい日が天から皆さんの人生に送られます。信じますか？アメン。これは初めてだ、初めて。何を意味してますか？抵抗も激しいから眠っていないで目を覚まして祈ってください。アメン。アメン。アメン。それでは手を挙げて栄光あれ神様に。血のあって宣教会の子供たちやその家族たちや我々は主イエス・キリストの皆によって手を合わせの世界の万民の上にこれより常しえにありますように。アーメン。アーメン。イエス様に感謝しましょう。